注意、曹操の動きはどうだ。はっ、曹操の軍はすでに長江河岸に迫っています。相手は兵力で勝ります。長江を越えられれば退けることは至難、故に何としてもその手前で押しとどめる必要があります。この一戦はあくまで時間稼ぎ、敵を制し対策を講じる時を得るためのものか。時間稼ぎであれやるしかあるまい。手をこまねいていては孫悟に明日はないからの。いや、いきなりとんでもない状況だな。まあなんとかするか。こういう時のために俺たちがいるんだ。頼もしい限り、宿将の皆様の力頼みとさせてもらいましょう。なるほどな。おめえらの強大な敵ってのはあの曹操だったの。面白え。喧嘩の相手としちゃとびきりの上物だ。血がたぎってきたぜ。みんな頼んだぞ。優先せよ。しかし死ぬな。必ず生きて私の元へ戻ってくるのだ。では参りましょう。孫悟、私たちの帰るべき場所を守るために。曹操に長江を越えさせてはならん。何としても奴の進行を食い止めるのだ。戦線を押し戻したいところですが、それには曹操を一度退けねばなりませんね。水族などに遅れを取るとは。ええ、水上船には不慣れみてえだな。足元がふらついてるぜ。
つが相手となろう。覚悟せよ。水上での弱さを思い知った。足りなかったか。十代、その力、本物だな。よし、十代、その調子で進むのだ。一生俺が討ち取った。こうも無様な姿を晒すとたかが水族と侮った報いか。なんか曹操軍大したことなかったな。水の上じゃあんなもんか。よくやった。素晴らしい働きだ。赤壁と医療にいる部隊を動かそう。急ぎ出撃命令を伝えねば。敵の目は河口側の進軍路に向いている。別口から攻めさせるぞ。なら私もそっちから行くわ。曹操軍なんて追い返してやるんだから。
出撃命令受けたまわった。ならば俺たちは長江を渡り進軍しよう。これから成功だ。やる！あなたかっこいいじゃない。出撃の件承知した。我らは北上し曹操軍を攻め立てん。成功だ。よくやったな。その調子だ。制圧した。我ら五人がお相手いたす。曹操軍が武の髄、目に焼き付けられよ。あいつら強いな。道理で。すごく目立っているわけだ。敵地攻略に向かいます。みんな、私に続いてください。行くぞ。この目標我らの部で制す。さあ行きますよ。敵の要所を私たちが華麗に奪うのです。行くぞ。敵の要所を落とすのだ。あの辺りにさえ優勢だった。ここに見落としがあったのか。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。見事な武勇でござった。またいずれ再戦せん。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。
よし、ここで防御体勢を取るのだ。まだ頂点に及ばず、ここは引くしかあるまい。お前が真の三国無双ってやつか。俺が目立たないわけだ。いざ、この超信頼と華麗なる勝負を。見に来い。嘱望される逸材よ。補給地点を失えば我が軍は劣勢に。断じて渡すわけにはいきません。
死守するべきか。いや、覚悟はよろしいですね。補給地点が敵に奪われました。補給を阻まれるとは、敵も一筋縄ではいかぬようだな。力、本物だな。
せ。肝心要の守りが手薄だ。自分が役目を果たす。なんとも勇ましき戦ぶり。止められないか。すみません、撤退します。傷ついた兵の揺れで何があろうと守り抜く。これ以上皆は傷つけさせません。私があなた方を止めましょう。この地は自分が守る。皆も備えを固くして獲物も侵入させるの。敵地攻略に向かいます。みんな私に続いてください。見習わなければ。
立たないわけだ。敵地攻略に向かいます。みんな傷ついた皆を守れなかった。拠点に薬が残っていました。ここで回復できそうですぞ。俺たちの勝利だ。俺より目立つな。デレー、孫権軍二方向から迫ってきています。孫権の強撃策にはまったか。まんまとしてやられたわ。